はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、中3数学の平方根のね、この平方根の近似値、こちらの問題をね、やっていきたいと思います。で、一応ですね、問題としては、ルート2がね、1.414 というふうに値が与えられてて、まあ、ルート20が 4.472 というふうにね、与えられてますと。で、その時にね、じゃあ次の値を求めましょうっていうことで、まあ1番から5番までね、ルート200、ルート2000、ルート0.2、ルート0.02、ルート5ってね、ちょっと問題出しているのでね、一回ね、ここで解いて回答解説ね、聞きたい人は、一時停止して、で、解いてね、続きを見ていってください。はい、それではですね、早速1番の方から、見てみたいと思います。で、まあ、ルート、200ですね、これどういうふうに考えればいいかっていうと、ルート200っていうのは、ルート2かけるルート100ですよね。まあ、こう考えるとね、まあ、今度ね、ルート2をうまく使えそうですよね。さらにルート100っていうのは、これ100が10の2乗なので、こうルート2かける10、まあ、こういうふうにね、考えることできますよね。このルートの中に何かの2乗があったらね、これ取り出してこういうふうに考えることができるよっていうのがありましたよね。で、そしたら、ルート2は 1.414 なので、ここで 1.414 ね、このルート2に入れてあげて 1.414×10 してあげると、まあこれ小数点がね1個、こっち右側に移動するので、まあ 14.14 ね、これがまあ、ルート200のね、近似値になりますよ、と。いいですね。で、続いて、次は、ルート2000ですね。で、ルート2000。ルート2000になると、ルート2ではね、ルート2かけるルート1000になって、1000っていうのはね、まあ、10の3乗なので、こういうふうにね、さっきみたいにこのルート100の部分をね、こう10という形にできませんよと。で、なので、ルート2じゃなくて今度はこっちのルート20の方を使います。するとどうなるかというと、ルート2000っていうのは、ルート20かけるルート100ですよね。20かける100が2000になりますよとね。するとね、さっきのこの形と同じなのができてて、さらにルート20はね、ちゃんと近似値が 4.472 って与えられているのでね、ルート100は10なので、まあ、ルート20かけるルート10となりますよ、とね。そうするとね、さっきのここと同じように、このルート20に、このね、4.472 を代入してあげて、まあ、代入っていうかね、この置き換えてあげて、4.472×10 をしてあげるとね、答えが出ますよと。4.472、まあ、かけるの10は、まあ、今度もね、小数点を1個ね、右に移動してあげるというので、44.72。うん、いいですね。これが答えになります。で、続いて3番。まあ、今度はね、ちょっとね、小数になってるんですけど、ルート、あ、じゃあ、いいか。ルート 0.2 ね、ルート0.2、こっちをね、考えてみますね。で、これもね、ちょっと分数に直してみますね。小数だと分かりにくいので、分数にすると、ルート 0.2 っていうのは、0.2 が、10分の2なんで、まずこのね、ルート10分の2と、まあ、こういうふうな形にね、最初直してますよ、と。で、これがただね、ルート10分の2ってなっても、まあ確かにね、このルートには 1.414 ってありますよね。だからまあ例えば、こういうふうに、これをね、こういうふうにできて、こっちのルート2の方はね、1.414 っていうふうに考えることができるけど、こっちのですね、ルート10が、さっきのこのね、ルート100をただの10にするみたいにできないので、ね、このルート2をちょっとね、使うっていう考え方では、これ以上はね、ちょっと進みませんよ、とね。これちょっと、
これ以上ちょっと進めないので、じゃあどうするかというと、こっちのルート20をうまく使ってみようというふうに考えています。でもう一回このね、ルート 0.2 をこの分数の形に直すんですけど、まあ、10分の2っていうことは、これをね、100分の20にしてもいいですよね。まあ、分子と分母10倍して、100分の20も結局、約分して10分の2になりますよね。で、そしてこれを、ルート100分の、まあ、ルート20というふうにしますよ、とね。そうすると、ルート20は 4.472 ね。で、さらに、ここの部分ですね。この、ルート100。これは、さっきのこことかここでやったみたいに、これ10に直せますよね。そうすると、ここから、ルート20分、あ、じゃあ、10分のルート20になりますよ、とね。で、そうすると、ルート20は、4.472 ですね。4.472。ね。まあ、分の10。分の10っていうか、この、分母に10があるってことは、割る10と同じことなんで、こういうふうに考えるよと。で、そうすると結局、この、10で、このルート20、つまり 4.472 を割るっていうことは、小数点はね、左に1個ね、移動するといいので、答えが 0.4472 と。いいかな。うん。っていうふうになりますよと。まあ、この問題はね、ちょっとまあ難しいんですけど、まずちょっとね、小数を分数に直すといいよと。で、もう一つがね、この10分の2ってして、ね、このルート2で何かしようと思っても、ね、こっちのルート10がこれ以上ね、形を変えることができないので、ルート2の方をね、考えるんじゃなくて、こっちのね、ルート20を使って、考えをね、進めていくとうまくね、答えが出せるよという問題ですね。で、次が、ですね、これ、括弧の3。で、次が、括弧の4ね。今度はね、0.002 で、0.002 っていうのは、また分数に直すと、今度は100分の2ね。で、この100分の2っていうのは、こうルート100分のルート2とね。そうすると、今度はね、ここにもう、さっきはね、ルート2でやろうと思ったら、ここがね、ルート10になってダメだったんですけど、今度はね、このルート100があって、ルート100はここでやったみたいに、こうやったみたいにね、10に直せるので、これね、計算が進めていきますよ、と。で、ちょっと、こっちに持ってきて、まあ、ルート100は10。ね。分のルート2。で、まあ、ルート2は 1.414 なので、これ結局1.414。で、分母にね、10があるので、これ割る10ということで、まあ、さっきと同じように小数点はね、左かに1個ね、こうずらすといいので、0.1414 っていうのがね、答えになりますよ、と。うん、ね。で、最後、このね、5番、このルート5っていうのがね、ちょっと難しいです。で、ルート5はね、これちょっとヒント出すと、このルート20をね、うまく使いますよ、と。で、まあどうすればいいかというと、これですね、ルート5を、まあルート20分のルートなんとかという風な形に変えてみましょう、とね。これ、まあヒントなんですけど、これわかりますかね。要は、ルート5をね、ルート何分かのルート20っていう形に変えるとね。で、要するに、20を、ね、こう何かで約分したら、こう5になるような数って言ったら、4ですよね。これ、要は、ちょっとここに書くと、まあ、ルート4分の20ってなったら、これ約分されて、これルート5ってなりますよね。で、結局ルート4っていうのは、
これ整数になりますよね。2の2乗が4なので、ここで結局2にすることができると。すると2分のルート20というふうにできますよ、ね、だからこれちょっとねルート5って難しいんですけどね、まあねルート2とルート20どっちを使おうかなとね。でちょっとルート20を使ってみようと、ね、でルート20をルート4で割るとこのルート5にできるな。さらにルート4っていうのはね、これ2で表せるよね。そしたらルート20は 4.472 ってね近似値与えられてるからね。で分母が2だからこれを2で割るといいんだなというふうにわかる。そしたらあとは 4.472 割る2ということで、2.236 と、まあ、いうふうにね、答えが出てきますよという形ですね。まあこれですね、まあだからこの2つね、このルート2とルート20とかね、こういうふうに与えられているとき、どっちをね、使うと、こういうふうにね、このルート100とかね、このね、ルート100とか、もしくはこのね、ルート4みたいに、ルートないね、整数の形のね、作れるかなと。このだから整数の形と、このね、ルートに、もしくはルート20だけのね、掛け算の形とかね、割り算の形にね、持っていけるかなっていうのを、まあ、考えて、数をね、計算してもらうといいかなと思います。はい。今回はね、以上になります。他にも、語呂合わせとかね、解説動画とか、リクエストありましたら、下のコメント欄にお願いします。まあ、あとね、たけのこ塾の Twitter、Instagram やっているので、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄に貼っておきます。では終わります。どうも、ありがとうございました。